はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。はじめまして、またどうもはじめまして。そうじゃない方はすまない。これなんだ、タイトルが何にもこれないんだね。どこにも出てない。ゲームをプレイ出るから何にも出ませんね。はい、 I am a fish、 俺は魚だよっていうゲームです。リクエストいただきましたのでやります。 Steam のゲームですね。新しい旅を始めますか。はい、ノーマルモード、ボッサスタイル、ハード。僕はノーマルでやらせてもらっていいですか。俺コントローラー持ってないんで。 WASD とマウス、ノーマルモード、鉄の魚モード、ゲームをクレスとアンロック。じゃあノーマルで。トラックボールなんですけど大丈夫ですかね。なんかね、まあこれ見る限りアクションゲームなのかな。Sorry about that. Sausage roll, please. How about some of my specialty bread? Baked fresh this morning. No. Just a sausage roll, thanks. Oh, I insist. It's on the house. Okay, sure. Whatever. Oh, I'd love some of that specialty bread. I'm sorry we're all out. Oh, bloody hell. Can't eat that now.Don't let that go to waste. I have a pet shop just down the road. I bet they'd love some fresh bread. Well, at least I still have the other loaf. I have a treat for you all. Enjoy. Wow, you all really like that bread, eh?This is the last of it, so you all better enjoy it. すごい可愛い。え、なに？あ、やべ、スマホ落ちた。上に向かって泳ぐ、下に向かって泳ぐ、スマホは壊れてない。カメラ、カメラも一応トラックボールで動かすのか。無理じゃね？魚の移動。はい。上に向かって泳ぐ。おー、すげえ。思ったより上だな。ああ、こういう感じになってるのか。はい。と、食って。はい、食ったよ。で、何がハードモードなんだ、これ。ん？俺は何をすればいいの？ああ、まだ、餌があるのか。食いましょう。ああ、すっげえ、これ、やりにくい。サードパーションスイミングゲーム、すげえ。でカメラ、あ、カメラこういけんのか。でこう取れないよ。遠近感全くわからない問題なんだけど。 あそこにもあるね。はい、オッケー。食った？お、食った。
そうか、ペットショップだからみんな持ってかれちゃったのか。レベル1マップがあるんだね。じゃあこれやってみようか。これ矢印は動いてるのかな。海が呼んでる。発見したパン。リスポーン。うん、さっぱりわからん。行こう。そして大画面、全画面でやってるので時間が全くわからないんで、スマホをちょっと取りに行ってました。ラ、落としたってやつね。最初はちょっと録画とかちゃんとできてるかわかんないから、20分くらいやればいいかな。20分って何分だろう。あれ、俺もなんか金魚鉢にぶち込まれちゃってんだけど。お友達に会いたいのかな、それとも一人じゃ寂しいかな。ペットショップ、なんとなくやることは分かったけど、どこに行けんだ。あっち行ってみる。行くよ。おれー、ああ、こっちだ。死んだ。いや、死んでない。いや、死亡。やるじゃない。向こうだね。この俺は何なの。いや、俺は魚なんだけど、金魚鉢はこれプラスチックじゃないのか、ガラス瓶、ガラス瓶、ガラスのやつなのか。何これ。おお、すごいよ。俺泳いでないもん。なんでこんなことやってんの俺。泳ぐゲームだと思ったのに。弾が動いてんだけど。ここ、マットの上なんで大丈夫か。おー、ひび一つ入らない。耐久性高いな。よし、行くぞ。魚、君はなんて名前なんだ。名前はまだないのか。じゃあ俺でいいか。もともと、あ、ありがとう。 I am a fish っていうね、ゲームタイトル。あ、はい、 I am じゃないか、 I am fish か、 I am じゃなくて、はい、俺は魚だよっていう、あの日本語訳があって、非常に好印象というか、あ、翻訳すげえなっていう感じの。あー、俺はこれ難しいでしょう。あ、ちょっと待って、思ってたゲームと違う、全然違うんだけど、超不安。え、早速積んでるんだけど俺。あ、違う、俺は魚なんだけど、俺自身は金魚鉢なんだ。だからこういうことができるんだな、これが。大丈夫か、大丈夫か。これ壁にぶつかるとさ、割れたりすんのかな。多分割れるよね。で、ビチビチビチになっちゃうと、その水がさ、近くにあればまあ生き残れるとは思うんだけど、あるんですか。なんすか。うん、街だね。すげえな、金魚、あ、植木鉢にも負けないんだ、金魚鉢って強いね。おー、死なない死なない、強い。へえ、今のところ面白そうに感じるけど、すっげえ難しそうに見えるよこれ。やれんのかな。何が心配って、この理不尽な死亡。
唐突な死亡エンドがありそうで怖いですね。トラックボールも、まあ、ゆっくり回していけばそんなに激しいもんではなさそうだ。おお、それ生き残るの俺、おすごい、おお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 、金魚がすごいぐるっぐるんぐるんになってるんだけど、これストレスで死なないのかな。おお、すごい、この金魚だし無敵じゃん。ちょ、落ちる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 、あ、あ、引っかかった、死んじゃうんじゃないの。はい、これね R ボタンでねすぐ回復可能でございます。やりましょう。チェックポイントからその積みってあんのかな。普通に積みそうだけどね、なんか。あー、待って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 、だー、難しいだろこれ。だからこのキーボードで操作してもいいし、マウス操作でずっとね、これ何 W ボタン押しながらマウス操作でね、まっすぐまっすぐ進んでってもいいわけだー。あー、丁寧な立ち回りが求められますね。俺がね一番苦手な操作ですね。いかにねやっぱ早くさっさとクリアするかっていうのが大事なんで、別にそれはさやりたくないわけじゃなくてね。待って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 、そう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 、これをこうだろ、ほら、さあ行くぞ。でこれが、あーすごいピタゴラスイッチ的な話になっちゃう。待て、それ危なくないか、危なくないか、あー触れないで、いやー綺麗だね。でここに戻ってくると、おお、ちょで俺はどこに行けばいいんだ。まだ下は危なそうだな。となると向こうか。まあゆっくり行くしかないんだね。この金魚鉢生活を楽しみましょう。ああ、そこがレールがあるからそこに行けばいいのか。あ、なるほど、怖そうだ。だけどここにこう、こうやっていけば、やっぱりパン派、一つ目のアイテムを見つける、ありがとうね。これ壁にぶつかっても金魚鉢は割れないんですね。このゲーム保護されてますね、金魚鉢が特別に保護されてます。あー、そこダメなの。おー、生き残った、うひゃー、あ、死ぬ、短い人生だったな。何時、10分くらい経ってる。もうちょっと行こうか。1ステージくらいクリアできるといいね。車に踏まれるのがなんかまずかったみたいなんで、海に行けばいいんだよね、なんとかして。行くぞ。おー、ナムさん、あ、パンがある、パンなんかいらないよ。これ入っていけんの。ほーれ、あれ、あ、こっち、ここから入れそう。ほれ、よし、いいぞ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 、よし、そのまま入ってしまえ。おれー、やったね。かわいい。発見したパン、お、長押しスペース、これスペースを流しつつてんのか。何分、もうちょっとやるか、じゃあ続行で。せっかく海に行ったのにまた連れ戻されちゃうのか。よくさ最近の字幕昔からあんのかな、ちょっとした問題あるんだけど、かっこ息切れとかさ、その字幕じゃない喋ってないところの字幕ってさ、あれいるんすかね。
いきなり いきなり放り込まれたな、また家の中に。ロフトに隠せばいいじゃんって言ってたけど、ここはロフト、屋根裏なのかな。屋根裏もこれくらいね。で、あぶひ、さあ行こう。これくらいね、立派な屋根裏だったらいいのかもしれないですね。イチョウの葉っぱなのかな、あれは。ちょ、待って、ちょっと待ってよ、難しくない？え、ここからもうそういうちょっと細かい動き要求されるやつなの俺。もう死ぬじゃん俺。トゥームレーダーよりは難しいかもしれない。ゴッ、よし、どっちだ、出口はどっちだ。左かな。マットみたいなものがあるところは大丈夫っていう考え方でいいのかな。おー、生きてるー。まあ、あとはあのイチョウの葉っぱね、チェックポイントらしきものに向かっていけばひとまずはクリアというか。なんだ、なんか今いなかったか、あ、気のせいか。葉っぱの、ん、なんだ、あ、ファンか。まあでもパンっていいっすよね、食べやすいし。でロフトの下、うん、ロフトってこれどうやって開けんだ、これロフトないからわかんねえんだけど、うん、体当たりの一発でもかましてみるか、それともどこかに隠れるか、まず。隠れる場所はないな。ここ入るとどうなるの？ああ、開いちゃって。死んじゃって。そんなバカな。となると、何かしないといけないんだ。今何分？ 何が必要なんだ？これ、はしごを何？ぶち込めばいいのかな？体当たりで。ちょっとパンは回収しないよ。僕はそういう収集系のやつはね、好きじゃないんだ。そこまで。難しいからね。こう！いけおら！え、そうなるの？それはわからんかった。いきなりさ、ロフトの下がいきなり外ってどういうこと？雑貨屋さんのロフトって意味だったのか、やっぱり。行くぞ。ほれ。おう、超スピード。そして壁は俺無敵なんだね。あ、こういう風に繋がってるのか。のどかだね。平和だね。イチョウの木がある方に行くんだったらこちら側だけど、なんかどっちでも行けそうな感じ？はあ、うっそ。イチョウに釣られるとぶち殺されますね。あちこちあるから、行けるチェックポイントと行けないフェイクチェックポイントみたいなものがあるような気がする。そこは下トランポリンだよね、多分。海外勢特有の。生き残ったけど、俺はここからどうすればいいんだ。パンだ。あれだな、水、初めて水に出るときにちょっと処理落ちが入りますね。ああ、排水溝、人生の排水溝。こっち向け。あれかな、これ 30fps だから。ああ、そこで処理落ち化してんのかな。ちょっと今回古いパソコンでやっているので、録画パソコンのねパワーが足りないのかもしれない。
このゲームに早く泳ぐとかは多分ないんで、ちょうど見にくいね。水の中からいきなり水の上に上がる時のこの処理がちょっとね、よくない。すごい綺麗に作ってあるね。どれくらいの規模で作ったんですかね。よし、入ったよ。ドゥーン。で、このまま、ああ、注射針が。下水の中に注射針はちょっとまずいですよ。あ、これ入れないの？ああ、入っちゃいけない場所？俺はどこに行けんだ？ちょっと注射針に当たってる。まずいですよ。この海外ゲー特有のチャカポコチャカポコいいですね。何すりゃいいんだ。逆流、激流に身を任せるか。もしかしたら泳げるのかもしれない。ここじゃないな、この辺そうじゃないらしいな。じゃあやっぱここでいいのか。こうか。でさらに中を覗くと何かある。この中には入れちゃう。入っちゃった。この子さ、フィッシュは間違いないんだけどさ、熱帯魚なのかな。なんか見た感じ金魚っぽい。あ、でも金魚ってあれか、日本の魚なのかな。海外はみんな熱帯魚系なんですかね。さあ入っちゃった。なんだ。おお、え、何ここ。また僕は押せと。押せねえだろどういうことよ。大丈夫か。右見て左見て。ガッ。あ、捕まらないの。よし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 。追いかけっこゲームではないらしい。やだよ。あ、追っかけてくる。怖い。じゃあ、ああ、この障害物があると止まっちゃったりするのかな。頑張るぜ。やだよ。おお、なんてマリオカート。俺苦手なんだよ、あのゲーム。おお、追っかけないでくれよ。足が悪いのかな。あ、引っかかった。引っかかるとまずいのか。ああ、しまった。ああ、こうなっちゃうのか。ああ、これはまずいね。これ行けたらクリアかな。グレッグ、お前との付き合いもここまでだ。さあ行くぜ。どこがいい？多少坂道があっても、ああダメだ。坂道は登れないんだ。だからあんまり変な動きをしてるとひっくり返っちゃうだね。イチョウの木がどこにあるかわかんないから、イチョウの葉っぱか。あ、でもパンがそこにあるな。パンがあるってことはあまり。あー、こっち行こうか。あー、で葉っぱの中は入れると全然いけるね。あ、川があるよ。あの中入っちゃうぜ。じゃあほれ、やったね。いやー、助かった。で次回はレベル3っていうことか。はい、こんなゲームです。難しそうですね。よろしくお願いします。